はい、はい、ということで、ね、まあ、ブレイキングダウンも終わってジョリーマネージャーいるじゃないですか、うん、あのジョリーのマネージャーが可愛いっていうので一、うん、回バズったんですよ、うんうん、ジョリーのマネージャーってあの子が可愛いみたいな、うん、であそこ付き合ってるんじゃないみたいな、うん、コメントとかメッセージが結構来るんですよ、うん、ジョリー自身も来るって言ってて、うん、でここ今あの東京のジョリーの事務所なんですよ、うん、本当のところはどうなのか突撃したいと思います。でももしやね突撃した時、はい、なんかイチャイチャしたらどないする放送事故やねん。いや僕も入ります。はい、それで行く、はい、まあ、一応でも伝えてるんでさすがにそれはないと思います。まあ、実際ちょっと俺も怪しんでるところがあるというか、2人で話すやんな。あ、そうですね、あいつら賞味みたいな、うん、で俺らにも見せてないんですよね、うん、でもそういうところは、うん、だからもしいやでも違うのかなと思ったり、うん、でもいやでもこんなにコメントくるってことはどうなのかなと思ったりみたいな部分があるんで、ちょっとじゃあ行きますか。じゃあもうピンポンやろ、ジョリでいいし。つけましたね、ジョリさん。ジョリさんもうピンポン、ジョリ東京都いいですね、探してください皆さん。じゃあピンポーン。おお、あ、でもパソコンなんか触ってるっすよ。お疲れ様です。お疲れです。あ、でも事務所っぽいな。確かに入ります。入ります。それある。え、どうやって入ったの。いや、なんか相手だ。セキュリティーかじゃがじゃん。びっくりした。いや、初めて来た応募。確かに。うん、汚い。ドリーの事務所、俺、東京の。これ、はい、事務所です。ああ、作業やってますね。何やってるんですか、シュリーさん。ちょっと、アドセンス。アドセンス？リンクを追加に。そんな難しいことも知らんやろ。いや、だって。意味知ってる。アドセンスって意味知ってる。いや、分かってないです。俺も知らん。バカ丸出しみたいになるやん。事務所感出てますね。事務所感出てるな、うん、ここは。そうっすね。清水さんがパソコンやってるやんか、仕事、はい、ジョリ何してんの。動画編集です。どこで。どこで。これっす。何の動画編集してたの。 TikTok の動画編集。ああ、 TikTok ね。ジョリはね、結構 TikTok 力でやってるんですよ。今10万フォロワーの俺らだけ。今まだ7万ぐらいです。でも唯一僕らなんか TikTok やってて、はい、では見に行ってください。クソしょうもない動画やってて。大丈夫ですか、仕事中。大丈夫ですか。あ、大丈夫。いや、今日は問題あれですよ、ジョリーより清水さんの問題です。私ですか、はい、あ、そうです、今日清水動画なんですよね。私ですか、はい、俺の中でちょっと謎があって、はい、事務所といえどここはでもマンションなわけやん。はい。でその、まあ、ジョリーの会社の、まあ、従業員にもありつつマネージャーでもあるみたいな。そうですね。で男女2人で同じ一つの場所で作業とかをしてるわけやんか。いやでも実際は、うん、あの遠隔なんですけれども、うん、社員みたいなのも2人別でおって、うん、でここでみんなで4人で作業することが多いですね。あ、そうなん。はい。へえ、なるほど。でもほとんど来てくれるのがこっちです。僕個人の格闘チャンネルとか、うん、あのルキア君とかのアンパチャンネルの、うん、あのお手伝いとかをしてくれてます。なるほど。はい。和歌山から東京までついてきてるってことですね。確かに、それやん。だから出会いとか、出会いが、うん、出会いがジョリーのお店、店の女の子やったやん。はい。でそっから東京にも住んでる。住んでます。あ、マジで東京まで上京したってこと。そうですね。そのジョリーのマネージャーをするためにどうぞ。そうです。え、どういうこと。え、それはどっちからまず声かけ。確かにこれは僕からですね。もともとあのこの子和歌山で TikTok ライブで60万月稼いでたんですよ。ああ、言ってたよね、10代の頃から。で僕が TikTok を始めるにあたって、あのちょっといろいろ教えてよみたいな、うん、で僕がその今アンボチャンネルで、まあ、ちょっとずつ活躍していってる中で、僕についてきたら、清水のことをもっといいステージまで引き上げることできるよって言って、うん、でまあ実際これ、まあ、これだけ、まあ、ビジュアルもいいですし、まあそうやな、めちゃくちゃ綺麗とか可愛いとかコメントがすごい来てるやろ。はい、うん、ジョリーのマネージャーだけを映してくれってジョリーを映したらよく言われる。あ、そうっすよね。あの TikTok ライブしてても、清水のマネージャーやんな君って言われるっす。あ、そういうこと。逆になった方がええんじゃん。いや、それちょっと嫌っすね。触らない、はい、じゃあ逆にその清水の方に聞きたいけど、はい、まあ、和歌山でお店で働いてたわけやんか。そのジョリーがお店を一回捨てて自分のその人生格闘技っていうのに重きを置いて挑戦するっていうので、はい、で声かかったわけやんか、はい、俺のマネージャーやってくれへんかと、うん、なんでその続いていこうと思うの。やっぱりお店で働いてたらいろんな男性いるんですけど、うんうん、
魅力があったっていうか、なんか輝いてたように私は見えたんですよ。好きやん。いや、その好きとかではなくて尊敬っていう感情で、すごい、あ、すごい多分大丈夫な人やと思ったんですよ。この人についていっても成功はするんやろなみたいな。あー、そういうこと。それがあったから声かかった時に、じゃあ私も今の現状でやっててもどうせ和歌山やしと思ったから、うん、じゃあ私もついていきます、東京行きます。僕はこの行動力に惹かれましたね。なるほどな、はい、まあ、確かにすごいな、決断力あるよな、はい、今ちなみに何歳なんですか？22です。22歳。ジョリーは26です。結構若いんやな。じゃあ、 あのコメント欄とか見てたら、うん、体の関係絶対持ってるよみたいな結構多いですよ。それわけないでしょ。ないですか、そこは。それはない、それはやばいでしょ。でも、いや、いくら二人がないと嫌だよね、はい、この下水話もしたないけど、はい、もうこれほんまにまあ事務所やけどマンションなわけやん、一室やんか、はい、で、ここにまあこれソファやけどさ、こんななんか寝やすそうなソファあるわけやんか、はい、見てんのめっちゃ寝やすいこれ、はい、の、はい、普通に男女二人ぐらい余裕で寝れるやん、はい、てか俺ほとんどいないですね、練習とか撮影とかで、うん、あ、そういうこと、はい、俺ここに撮影したやつを編集しに来たりとか。ああ、確かにジョリーは基本外出してるな、うん、そのイメージ。外出っすね、ほぼいないっす。確かに撮影してるか、あとなんかその撮影以外で人と交流することもすごい大事にしてるもん、ジョリーは。そうですね、多分メンバーで一番人と交流してるんだよね。してると思う、うん、よく言われる。外でジョリー君がこの前ご飯食べたんですけど、挨拶し、あの、どうみたいな、こう、こうあられるみたいな、パーティーとかよく行ってますね。そう、結構、うん、結構あるです。ジョリー経由で人とつながること結構あるかも、それで言ったら。そうですね、なんでかって言ったら、なんか僕自身ビッグになりたいっていう夢ももちろん抱えてるんですけど、和歌山でもともと従業員で、あの、そこからマネージャーになってついてきてくれてる清水をもっともっと、あの、世に売り出したいというか、あの、二人でビッグになりたいっていう大きな思いとかもあるんで。あ、表に出していきたいってこと？あ、もうそうですね。あ、そうなんや。今 TikTok のアカウントでもジョリーと清水になりました。え、やっぱ、はい、トムとジェリーみたいな。あ、そうそうそう、男女でのやり取り結構ウケるんですよね。あ、そうなんや。はい、なんでそのパーティーとか行って仕事もらえるチャンス掴んだりとか、そういう場にどんどん露出して、はい、やってますね。で、やっぱ和歌山から連れてきてるんで、あの、俺は責任感あるんですよ、新人のことをちゃんと伸ばさなあかんっていう、まあ一種のもう OK です。今でちょうど14分ぐらい。お腹いっぱいやもん。格闘技も経験してたかもしれない。あ、それ聞いたわ。テコンドーやったの。テコンドーやってないです。何だっけ？少林寺と少林寺。少林寺とテコンドーって違うの？どんなん少林寺って？少林寺、肩私よくやってた。少林寺と太極拳。いや、少林寺拳法と何やってたの？少林南北拳、カンフーって言われる中国武術に当たりする。え、清水は日本人なの？清水は中国に住んでました。中国と日本は、え、そうなの？はい、中国語ペラペラっす。え、はい、マジで？タチャーハオ、タチャーハオ、日本、うん、そうしかしない。じゃあブレイキングダウン出場とかも今後はありえるんですか？あ、俺的には出てほしいっていうか、え、出したいですね。清水さん的にはどうですか？ハワイかボーボンやったまで、そんなしたら戦ってみたいですね。やっぱ自分のこと可愛いって自意識ある？普通。おお。いや、自信があっていいな。普通ぐらいに。普通より上ってことだろ。そう。うん。戦いの話だし。大丈夫。はい。自信持ってる方がいい。プレギュラーでさ、バズりそうっすね。確かに。まあ、実際めっちゃ綺麗しな。ほんでスタイルめっちゃいいな。身長合わせんじゃん。174。でっかっ。え、ジョリーより大きいんじゃん。俺よりでかい。え、俺169です。すごいな。で、そのリーチあって、あ、結構いいかもな。たまに一緒に練習とかもするんですけど、うん、バンバン蹴り当たりますよ。え、そうなん、はい、今度見てみたらいいか。今度ちょっと動画とかしよう。あの、私清水を強くするっていう動画な。確かに、鍛えてください。もう、ええ、やろう、ぜひ。横のポテンシャルの塊が174cm でさ、すごくらしい。手足長くて、で、小顔でってなったらさ、あの、相手パンチも当たりにくいし、いいな。そうですね。じゃあ、これからジョリーはもうマネージャーにしてしまって、清水はこれから鍛えようと思います。うち弟子を交代します。今までやってました。はい、あの、TikTok の編集を待ってください、これから。あ、わかりました。色目ないっすか？
色味はちょっとあります。あーやめてやめて。はい、そんな感じで2人の関係性について深掘りしていきましたけど、まあ2人はそういう関係じゃ、まあ、今はないということで、まあ、今後は分かりませんけど、2人とも夢を達成するために東京に出てきてそれに向かって頑張ってることなんで、うん、皆さんぜひこの2人の応援もしてください。はい、はい、インスタグラムとかまだ露出したことない中で1万3000人ぐらいです。マジで。まだ露出をしたことないんですよ YouTube。 マジでチラッと映っただけで1万3000人ある。1万3000人増えてます。ジョリーも速攻抜かされるやん。あ、まあ女の方が伸びやすいですね。おお、はい。え、自分よりマネージャーの方が多いって嫌じゃん。それはすごい。いやでもそれはね、ある程度ちょっと戦略もあって。しがみせするのめっちゃ大事です。ああ、それ言ったらもう。そうなんや。はい、じゃあマネージャーの清水のインスタグラムもこの概要欄に貼ってますんでね。ぜひフォローしてもらえば思います。ありがとうございます。まあやっぱな、可愛い子は癒しになるからな、ね、みんなフォローしやすいよな。すごいジョリーの発信してもらってもいい。うん、俺もすごいその仕事はかどるっていうか、やっぱり美人もいるんで、うん、うん。じゃあ最後一言ずつもらえますか。この動画が面白いと思ったらめっちゃ好きやな、そういう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 この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。100万、年内100万登録目指してるんで、本気でちょっと。あ、ジョリーもやっと本気目指してくれるようになったんや。いや、ずっと本気ですよ。いや、今までは本気じゃなかった。ちょっと正直。いや、ほんますか？うん。いや、最近、俺とかが、それをなんか言ってみたいな雰囲気出さなくても言ってくれるやん。あ、まあ。自分の口から。そうですね。いや、めっちゃ嬉しいな、それは、うん。みんなの意識がこう、マインドが一致してるというか。はい。なんかこうやってアンポチャンネルに、一つ、花も、ちょっと含まったっていう、うん。確かに。女性色がなかったからね、今まで。そうですね。まあ、だから、どんどん女性視聴者とかも、清水ちゃんみたいになりたいみたいな。とかもそういう層とかももしかしたら取ってこれるかもしれないんで、うん、楽しみです。あ、じゃあ今度あれしようよ、清水と、俺たちメンバー3人のデート。うわ、あ、一人一人の、そう、面白そうですね。じゃあ最後に清水さんのことお願いします。ジョリー君のことあんまり叩かないであげてください。そこなんだ。いいね、しんちゃん。アンポルケアチャンネルが年内100万人ガチで目指しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、でもサムネそれ結構いいかもしれないな、うん、気になるもん。釣れる。あ、ほんまや。そうしよう。そうしますか。釣り、そう、釣る。もうこれ今度使いますね、じゃあ、うん。ジョリー普通の顔で大丈夫。じゃあ行きます。えらのいいやん。ちょっと笑顔ぐらい。寝てる顔いいやん。 OK、 いきます。3、2、1。 OK、 めっちゃいい。いいやん、はい、いいよ。